急に集まっていただいてありがとうございました。研究生ちゃんたち3人で一緒にいたんでしょ？花丸アンダンテの練習してたんだっけ？そんなの無理だって。あやちゃんはあやちゃんだからね。例えばサビの「大丈夫だよ」という言葉一つ取ってみても、あやさんと皆さんでは伝えたい相手が違うはずです。であればきっと言い方や言葉の伝え方は変わってくるはずです。あやさんと同じ景色を見ることはできません。だからこそビビットキャンバスにしか歌えない花丸アンダンテにしないといけないんです。ちなみにみんなは誰に対して大丈夫だよって歌ってるの？ほらね、やっぱりあやちゃんとは全然違うし。自分たちは夢を追いかけている全ての人です。それがあやさんのスケールなんですよ。あやちゃんって本当面白いよね。ちょっと散らかってるけど入って。お邪魔します。なんかごめんね、こんなことに付き合ってもらっちゃって。いえ、私も一人では心細かったので、あやさんと一緒にいられて嬉しいです。それじゃあ行くよ。はい、いざ参りましょう。そしたらタノバラ TV で検索してみるね。タノバラ TV と。どうですか？皆さんの反応は。やっぱりかなりビビットキャンバスの応援が増えてる気がする。あ、この人もアイコンが変わっちゃってる。そうですか。あ、この人、よかった。この人はアイコン変わってなかったよ。この人って確か、あやさんが元気をもらえると言っていた人ですよね。なんて書いてあるんですか？昨日のタノバラ TV のあやちゃん、いつもより元気なかった？少し心配だって。え？昨日の放送のあやさん、私はいつも通りに見えましたよ。うん、私も思った。編集さんってさすがだなって思ったもん。